数学と電気基礎が赤点だったウプ主です。私は赤色じゃん、と、霊夢です。黄色だから危ないのかと、マリサだぜ。今回はですね、全財産を振り絞ってデスクトップ PC を2台買いました。道中、バス代節約のため定期で行ったのですが、いかんせん、遠回りになって2時間で帰れるものを6時間かかって帰ってきました。途中で貸しにかけました。ということで今回はソフタク用の PC からやっていきます。第1機目、こちら側の PC になります。こちらはエスプリモ D530A という機種になります。富士通製ですね。ところでなんでおじいちゃん用に PC なんて買ったの？それがですね、実は今も現役の XP マシンのエスプリモがありましてね、型番忘れましたがこんな感じですね。あ、壊滅的ね。しかも現役でインターネット繋がってます。まあ、SP さんだからまだマシなのでしょうけど、しかも、現在速は高いしていますので権限はオバにあるんですが、まあ知識がないのでそのまま。しかしこのままだとウイルス感染28倍とか恐ろしくばらまかれても困るので新しい PC が必要なわけでこれを、開封。もうお分かりかとは思いますが、ホコリが溜まっています。CPU クーラーを取り外しましたが、グリスが固まっています。おそらく安物シリコングリスでしょう。これを、綺麗にしたものがこちらになります。かなりわかりづらいですが E7500 です。あれ、E7500 って前にもあったわよね。そうなんですよね。実は980円メイトに積まれていたのも E7500 でした。なので実質 E7500 が3つあります。さっき見えてたホコリ玉です。画像ではわかりづらいですが3センチ以上はありました。メモリは2ギガものが入っていました。800メガヘルツ動作をサポートしているようです。まず掃除をしましょう。何このチョコレートデコレーションは。今回は闇ではありませんが閲覧注意のホコリです。いつ見ても嫌ね。ほんとだぜ。ということで掃除も兼ねて魔改造します。そして CPU といったらあの代名詞、とある精霊ぬりぬりの法則。ということでぬりぬり完了。あれ、今回 CPU の感想はしないの？今回はですね、ソフタクの PC はネットサーフィン程度なのでまあ別にいいかと。ということでマザーに乗せて。CPU 干渉はしなくてもメモリ増設はします。この行き先もなかったあまりメモリを使います。同じ800動作で1ギガなのでいいかと。これをと差し終わりました。次は HDD ですね。ウェスタンデジタル製の 250GB を搭載します。付属の青い方のネジを使います。マウンターに固定します。ということでの改造は終わりです。ダイヤスで構成を確認して Windows 10をインストールします。残念ながらディスプレイがグレアの関係で動画を撮っていません。インストール後がこちら。そしてこんな構成になりました。メモリ3ギガって微妙じゃないか。ちょうど6400近くのメモリが1ギガしかなかったのとお金がないため仕方ないです。まあ近いうちに4ギガにしますが。ところでこの PC の価格はいくらだったの？1980円でした。破格だったので買いました。実はですね、メイトも1980円だったので買ってきたんですよ。でもうちにしお金ないんじゃ。そうなんですが、実はメイトとエスプリモは2台ずつあったんですが、それぞれ1台なくなってて、なくなる前に買っておきたかったのですよ。おかげでお金がなくなりましたが。ということで今回はこれで締めますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただくと、パワードビスタの動画をより早く見ることができます。そして気に入っていただけたら、グッドボタンを押していただくと幸いです。他にも、茶番劇動画もいかがでしょうか。画像をクリックしていただくと、ページや動画に飛べます。それでは、次回をお楽しみに。